日本共産党池内沙織、池内沙織前衆議院議員です。ただいまご紹介いただきました日本共産党東京12区私予定候補前衆議院議員の池内沙織と申します。池袋駅をご利用の皆様、そして足を止めてお聞きくださっている皆さん、本当にありがとうございます。このひどい政治を総選挙で決着を、今日池袋でデビューを果たしました東京10区候補杉江真紀さん、私は職場が一緒でよく仕事も一緒にしてきました。杉江さん、子育てをしながら、まさか私はこんなに経済的に辛い思いをされていたとは本当に知らなくて、この思いに立脚して総選挙を共に戦う候補者となったこと、私も候補者の一人として政治を変えていくその先頭に立って杉江さんと頑張っていきたいと思います。分かっていただけると思うんですが、共産党は地に足をつけて、まさに本当に普通の暮らしをする方々が当たり前の生活への願いを持って政治に挑戦をする、それが共産党の選挙の戦い方です。杉江さんを国会に押し上げ、東京12区から私池内沙織、そして野党共闘の候補者を次から次へと国会に押し上げ、皆さん総選挙で決着、政権交代を実現させていきましょう。まずはじめに心からお願いを申し上げます。私はこのコロナ禍で社会とのつながりの大切さを多くの方々がそれぞれに感じていらっしゃると思うんです。私もそうです。ここ豊島区に住んでいるある10代の女の子から相談が寄せられました。ちょうど定額給付金が問題になっている頃です。彼女は豊島区に住んでいても、実は住民票は別のところにある。10代の半ば頃から家から離れて豊島区で住むことを親から命じられてきました。豊島区で住み始めて、学校にも一人で通って、ご飯の準備も一人でやって、そんな中コロナに見舞われ、定額給付金が世帯主に配られることが報道された。彼女はネグレクトの被害を受けていた。もしこの10万円が自分の手に渡らないならば、今行っている予備校をやめないといけない。大学進学のために、この10万円はどうしても必要なお金だ。彼女はそう考えて、自力で区役所に問い合わせたんです。区役所はもう長いこと、児童相談所を通じて彼女の実態をつかんでた。ところが皆さん、何と言われたと思いますか？彼女は区役所の窓口で、定額給付金はあなたには渡せないって言われたんです。これは本当に深刻なこと。 DV や虐待の被害を受けて逃げている方々が10万円を手にできない、受給権が世帯主に付与されたからです。その結果、全国で支援団体や当事者から批判の声が上がり、総務省にもたくさんの苦情が寄せられました。私はその豊島区の彼女と一緒に区議会に問い合わせ、地元の区議会議員団と力を合わせました。そして小さな声だったけど、彼女は自分の権利を獲得したんです。ちゃんと10万円を手にすることができた。私は人間が人間扱いされること、子供だからと切り捨てることのない、そんな政治を作りたいと願います。今回の定額給付金、世帯主制度の問題が大きく注目を浴びました。皆様、この世帯主、実は戦前の家制度のまさにその流れを組んだ、法律上何の根拠もない制度なんです。そもそも個人に給付をされた定額給付金、個人に手渡るようにご一緒に政治を改革していきましょう。私はこうした相談、東京都内全域で受けました。いろんな自治体を回りました。区の位置づけによって
子どもや女性の支援のあり方はバラバラであることを実感しました。お金も足りない、窓口の業務の多さ、職員の足りなさ、今声を上げているのにその声に行政が届かない、こんな事態をもう終わらせましょう。暮らしと命が最優先、区のお金も都のお金も国の税金も元は皆さんのものです。皆さんの暮らしと命に取り戻すために、区議会、都議会、国会、私たち共産党、しっかりチームワーク発揮して皆さんの税金取り戻していく、この先頭に立って頑張る決意です。皆様、私は今度の選挙、どうしても今の声をなかなか上げられない人たちに、一緒に生きていこう、こう呼びかけることのできる選挙にしたいと、こう思ってるんです。厚生労働省の依頼を受けて、命支える自作対策推進センターというところが生活実態の調査を行いました。新型コロナウイルスの影響で配偶者からの DV が今増えてます。子育ての悩みなども深刻化してます。臨時休校やオンラインの授業などで子どもを取り巻く環境が一層変化しています。子どもたちが自宅に居づらい、ストレスによって精神的不調を訴えている方々もたくさん全国に広がってる。自殺対策に取り組む NPO 法人ライフリンクには、今年3月までは1月3000件だった相談件数がなんと5月に5000件を突破し、9月には1万5000件になっているんです。子どもたちが親のストレスの吐け口になる、親たちは経済困窮によって苛立ちを募らせる、より弱い方向に暴力や苛立ちが押し付けられる、このような悲しい連鎖を止めるために今こそ政治の出番です。窓口増やしたり電話の回線も増やすことが必要だし、何より生活困窮に陥らないために特別定額給付金10万円これで足りるわけがないんじゃないでしょうか。マスク2枚で逃げ切ろうなんてとんでもない無責任な政治なんじゃないでしょうか。一人一人ありがとう、一人一人が今つらい思いを抱えてる、その1分1秒に向き合う政治を皆さんご一緒に切り開きましょう。中小業者の多い池袋、家賃補助をもっと迅速に出す必要があるし、休業補償も足りてません。皆さんのこの暮らしと命を守る政治への転換、いよいよ解散総選挙で決着を、待ちに待った26日からの国会開会、なんと皆様4ヶ月ぶり、今まで何してたんでしょうか。野党が求める臨時国会の召集も耳を貸さずに、自民党公明党議席の多数でずっと無視をし続けた。世界中でこのコロナ禍なのに国会も開かないで、施策に予算もつけない、そんな国の政府、皆さんご一緒にもういらない、私たちで作りましょう、みんなの声が届く政治を、私池内沙織、政権交代で決着を、東京12区から皆様と共に勝ち上がり、比例代表日本共産党、どうか大きく広げてください。重ねて心からお願い申し上げまして、私からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ただいまの訴え、日本共産党池内沙織前衆議院議員でした。